感動ナンバーアンダーライン愛のライブで涙が止まらない。平野翔、ガンユタ、神宮寺ユ太、タ、ナンバーアンダーライン愛が見せる。NHK ミュージックエキスポ2024で感じた感動を共有。NHK ミュージックエキスポ2024の夜は、私にとって特別な思い出となりました。その夜、渋谷のステージに立ったアーティストたちは、ただ音楽を奏でるだけではなく、 ファンとの特別な絆を感じさせる瞬間を作り出していました。特にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、心を揺さぶるもので、まさに、音楽の力を感じさせてくれました。しかし、その力がどこから来るのか、また私たちがなぜこのような感情を共有することができるのか、さらに深く掘り下げることができれば、より豊かな体験となるでしょう。幸運なことに、 NHK の募集からナンバーアンダーライン愛が選ばれ、このイベントに参加することができました。FC 枠での当選ではなかったため、この機会がより一層特別なものに感じられました。私たちがその夜に感じた感動は、単なる音楽イベントを超えたものでした。会場に入った瞬間、他のアーティストたちも素晴らしいパフォーマンスを見せ、観客を魅了していましたが、特に注目を集めたのはやはりナンバーアンダーライン愛でした。 彼らのダンスや表現力は圧倒的で、会場全体が彼らに釘付け気になっていました。ナンバーアンダーライン愛は、ただのアイドルグループではなく、彼らの音楽には深い意味が込められています。彼らの楽曲のテーマには愛、友情、自己発見、社会的問題といったさまざまな要素が織り交ぜられており、彼らの曲を聴くことで私たちは自分自身の人生についても考えさせられることがあります。 その夜のナンバーアンダーラインイのパフォーマンスもまさにその一例でした。彼らの音楽は、ただ耳に心地よいだけではなく、私たちの心に直接訴えかけてくる力を持っています。会場で感じたそのエネルギーは、言葉にするのが難しいほどでしたが、その場に居合わせたすべての人が同じように感じていたのではないかと思います。平野さんのパフォーマンスも印象的でした。彼のステージ上での存在感は圧倒的で、 ファンとの絆を大切にしていることが一目でわかりました。彼は常に観客を意識し、その思いを表現することに長けています。その姿を見ていると、彼がグループにとってどれほど重要な存在であるかを改めて感じることができました。彼のダンスはもちろんのこと、歌唱力や感情表現も非常に高く、その一つ一つの動作に込められた思いが観客に伝わってくるのです。岸くんのパフォーマンスについては、 詳細を話すことはできませんが、その夜の彼の姿はとてもかっこよく、彼がこのグループにおいて重要な存在であることを改めて実感しました。ファンとのつながりを大切にし、ステージ上での姿勢からもその思いが伝わってきました。今回のイベントでは、ただ観客として参加するだけでなく、音楽を通じて私たち自身が感情を表現し、共有することができたのです。また、彼らがファンを、 ILIs と呼び、特別な関係を築いていることも、彼らのパフォーマンスにさらなる深みを加えています。ファンとの絆を大切にし、ステージ上でもその思いを感じさせることができるアーティストは少ないです。神宮寺勇太くんをはじめとするメンバーたちは、その点で非常に特別な存在です。彼らは、単なるアーティストとファンの関係を超えて、一緒に成長し、 一緒に夢を追いかける仲間としての関係を築いています。そして、このようなイベントが渋谷という場所で開催されたことにも特別な意味があります。渋谷は常に音楽と文化の中心地であり、若者たちが集まる場所です。その渋谷で、ナンバーアンダーライン愛のようなグループがファンと共に特別な夜を過ごすことができるというのは、現代の日本における音楽シーンの一つの象徴といえるでしょう。渋谷は、 常に新しいものを生み出し、音楽やファッション、カルチャーをリードしてきました。今回のイベントもその一環として、これからの音楽シーンに大きな影響を与えることになるでしょう。ライブパフォーマンスというのは、単に楽曲を聴くだけの体験とは異なります。それは、アーティストとファンが一体となって共有する瞬間であり、その場の空気感や熱気、そして感情が交錯する特別な時間です。 ナンバーアンダーラインアイのライブもまた、そのような瞬間を体験させてくれるものでした。観客一人一人が彼らのパフォーマンスに引き込まれ、ステージと一体となって音楽を楽しんでいる姿を見て、音楽が持つ力を再確認しました。彼らのパフォーマンスが終わった後も、その余韻は長く続き、会場全体が一つの大きな感動に包まれていました。また、他のファンの方々の熱狂も素晴らしいものでした。 完成や応援がアーティストたちにどれだけの力を与えるのか、目の当たりにすることができました。音楽イベントにおけるファンの役割は非常に重要であり、その応援がステージをさらに盛り上げる大きな要素となっています。ファンとアーティストが共鳴し合い、音楽を通じて互いに影響を与え合う、その関係性こそがライブパフォーマンスの真髄と言えるでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが持つ個性も、 彼らの魅力の一つです。各メンバーがそれぞれの特技やスタイルを持ち、それがグループ全体のパフォーマンスにおいて大きな役割を果たしています。例えば、リーダーである平野翔くんは、そのカリスマ性とダンススキルで知られ、ファンの間でも特に人気があります。彼のステージ上での存在感は圧倒的で、観客を一瞬にして引き込む力を持っています。他のメンバーも、歌唱力、ラップ、 パフォーマンスなど、それぞれの強みを発揮し、グループ全体のパフォーマンスを支えています。さらに、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、ただ音楽を作り出すだけでなく、ファッションやアート、さらにはチャリティー活動にも積極的に取り組んでいます。彼らのスタイルやアプローチは、多くの若者に影響を与え、彼ら自身が一つのカルチャーアイコンとなりつつあります。音楽だけでなく、 彼らの活動は社会的な影響力も持っており、その存在感は日に日に増しているように感じられます。彼らの姿勢は、音楽ファンだけでなく、多くの若者にとってのインスピレーションとなり、そのメッセージが広く受け入れられています。また、NHK ミュージックエキスポのような大規模な音楽イベントが持つ社会的な影響力についても考えるべき点が多いです。このようなイベントは、単にアーティストのプロモーションの場であるだけでなく、 音楽を通じて人々が感情を共有し、社会的な問題について考えるきっかけとなります。例えば、ナンバーアンダーライン愛の楽曲には社会的なメッセージが込められており、その歌詞を通じてリスナーに問いかけることがあります。音楽はエンターテインメントであると同時に、私たちに新たな視点を提供し、考えさせる力を持っています。音楽は私たちの日常を彩るものであり、 特別な瞬間をを作り出すす。力を持っていま n h k ミュージックエキスポはその最たる例でありこのイベントに参加できたことは私にとって大きな意味を持ちました音楽の力を感じファンとの絆を再確認することができたこの夜は私の音楽人生において忘れられないものとなりましたこれからも音楽が私たちに与える力について考え続け共感を共有していきたいと思います ナンバーアンダーライン愛が今後どのように進化していくのか、また彼らの音楽がどのようにリスナーに影響を与え続けるのか、非常に楽しみです。彼らの成長を見守りながら、私たちもまた、音楽を通じて新たな発見や感動を共有し続けることができればと思います。そして、これからも音楽が持つ力を信じ、その力を通じて私たちがどのように変わり、成長していくのかを見つめ続けていきたいと感じています。 このように、ナンバー・アンダーライン・アイはその音楽性、個性的なメンバー、卓越したパフォーマンス、そしてファンとの強い絆を通じて、現代の音楽シーンで確固たる地位を築いています。彼らの今後の活動にも大きな期待が寄せられており、さらなる飛躍が予想されます。ナンバー・アンダーライン・アイの音楽は、単なるエンターテインメントを超え、リスナーの心に深く響き、影響を与える存在です。 これからも、彼らの成長とともに、音楽シーンに新たな風を吹き込んでくれることでしょう。このようなグループが日本の音楽シーンに登場したことは、非常に意義深いことであり、彼らの成功は多くの若手アーティストにも大きなインスピレーションを与えることでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛の活躍に注目し、彼らの音楽がどのように進化していくのかを楽しみにしています。そして、 彼らが紡ぎ出す音楽を通じて、私たちはこれからも多くの感動を共有し続けていくことでしょう。最後に、この記事を読んでくださった皆さんに問いかけたいと思います。皆さんは、音楽を通じてどのような特別な瞬間を経験しましたかその経験があなたの人生にどのような影響を与えましたかこれからも、音楽が私たちに与える力について、一緒に考え続けていきましょう。